近年、医療技術の進歩により患者の体に負担のかからない画像診断が可能となっています。中でも MRI や CT といった医療機器は病気の早期発見、診断、進行程度を判断する際に使用されています。そこで今月から新しい MRI の運用が始まった菊池郡市医師会立病院を紹介します。こちらの病院は MRI や CT といった高度な医療機器が整い、健康診断をはじめかかりつけ医と連携しながら地域住民の健康を管理しています。今回新しい MRI について話をしてくれるのは放射線科部長の本田真医師。どんな特徴があるんでしょうか。そもそもこの MRI っていうのはどんな検査なんでしょうか。はい、皆さんもご存知とは思いますけども、 MRI というのはトンネルのような筒型の大きな磁石の中に入り、特定の周波数の電波を体に当てることによって体のいろんな角度の断面像を得る検査です。レントゲンや CT 検査と違って放射線を使いませんので、被曝の心配は全くありません。先生、今回新たに導入した MRI っていうのがこちらなんですね。これどういった特徴があるんでしょうか。言葉ではなかなか伝わりづらいと思いますので、はい、まずは入ってみられませんか。私がですか。なんとここで坂田さん、本田医師の提案で検査体験をすることに。新しく導入したこの MRI、 どんな特徴があるんでしょうか。では行ってきます。検査室は強力な磁気が発生しています。腕時計や携帯電話、アクセサリーなどの金属類は壊れたり引っ張られたりする可能性があるため持ち込めません。また酸化鉄が含まれるアイシャドウは火傷の危険性を伴うリスクがあるため、検査時は基本的にノーメイクが望ましいようです。特に女性の方は注意が必要です。もちろん取材カメラも例外ではなく、検査室の外から撮影となります。坂田さんが体験するのは脳の MRI 検査です。とここでヘッドホンが装着されます。そして放射線技師が坂田さんの視線の先で何かを調整しています。はい、青見えてきました。何これ。はい、MRI 検査だというのに一体何が見えているんでしょうか。皆さん MRI というと中が狭い、音がうるさい、検査時間が長いといった印象をお持ちかもしれませんけども、今回新しく導入した MRI は患者さんに優しい検査環境を実現しています。脳の MRI 検査が始まっておよそ15分、断面像を取り終え坂田さんが出てきました。どうだったんでしょう。あのですね、ほわーんとした感じで、なんかこうお花畑にいるようなっていうか、すごいリラックスしました。実はこの新しい MRI、 なんと驚くべき性能が備わっていたんです。まずびっくりしたのが、思っていたよりもこの検査の入り口が広かったということと、あともう一つ中に入ってびっくりしたのは、この映像が流れるんですね。はい、そうですね。検査の時に入っていただく MRI の空間なんですけども、入り口の径が71センチとこのタイプの MRI では最も広いため、圧迫感が少なく、狭い空間がちょっと苦手とおっしゃる方や小さなお子様でも安心して検査を受けることができます。映し出された映像っていうのは MR シアターといいまして、検査空間の中にドーム型のスクリーンが設置してありまして、そこに風景や海の中など臨場感のある映像を映し出していますので、患者さんはそれを見ながら広々とした明るい心安らぐ空間の中で検査を受けることができます。そして本田医師の言う検査中の音が苦手という人のために備わっている性能もあります。検査中の音も最新の静音化技術を搭載していますので、これまでの装置に比べるとかなり静かになっています。さらに坂田さんがつけていた専用ヘッドホンからは
音楽が流れていることで、よりリラックスして検査に臨むことが可能だということです。ちなみに結果っていうのは分かるものなんでしょうか？ですね、はい、特に問題なく、無症候性の脳梗塞みたいな影もありませんでした。綺麗で若々しいのをされてましたよ。なんか若々しいとか言えるととっても嬉しいです。本当に高笑いが出ちゃいます。もちろんこれまでより解像度の高い断面像を得ることが可能となっています。実際に操作する放射線技師に話を聞いてみると、装置の操作性が向上して検査時間が以前より短くなっています。もちろん画質も向上しております。患者さんに検査後の感想を聞いてみたら、検査の音が静かになったとか、映像が見れてすごいねっていう声をいただき、大変好評です。映像を映し出すことで明るい検査空間を作り出し、検査時の音をより軽減した、この MRI を初めて導入したのが菊池郡市医師会立病院。しかも日本ではまだ3台しか導入されていないんです。また放射線科では MRI の他にもマンモグラフィーや骨密度測定といった医療機器も一新され、地域住民の健康管理に役立てています。先生、この骨密度測定っていうのは何のためにあるんでしょうか？骨密度測定というのは、加齢や生活環境などにより骨が脆くなる病気、骨粗鬆症の評価や診断に用いられています。骨の強さを判定する指標の一つが骨密度です。この測定器では2種類の X 線を使って腰の骨の骨密度を正確に計測することが可能です。骨密度測定をしたことがない坂田さん、検査時間は40秒ほどで済むということなので、この機会に測定してもらいました。果たして結果は？先生、結果を教えていただけますか？はい、坂田さんの骨密度は、はい、坂田さんと同じ年齢の方の骨密度と比較するとほぼ同等です。微妙ですけど、はい。この新しい MRI や骨密度測定器、マンモグラフィーなどの導入によって、地域の皆様にこれまで以上に質の高い、そして満足していただける医療を提供していきたいと考えています。